出会いの季節に絶対避けたいコーデやってませんか？春によく見ますよね。このコーデ、実はとっても危険な色の組み合わせなんです。緑と青の組み合わせは少し冷静で内向的な印象を与えることが分かっています。どちらの色も内向的、豊かな感情よりも冷静な思考、恋人よりも友達という印象を与えるため、新しい生活、初対面の場合には少し印象が弱くなってしまう可能性があるんですよ。そこで私がおすすめするのは、緑のシャツに白の柔らかいスカートを合わせることです。この組み合わせはとても優しく柔らかな印象を与えることができます。ただこの組み合わせにはあまりにも女性らしい印象を与えすぎてしまうと、やはり恋愛面での危険性があります。バランスを考えて白いパンツスタイルにするのもおすすめですよ。ちなみにイケメンに合わせるとこんな感じ。猫ならこんな感じですにゃ。安心してください、履いてますにゃ。今回は特集情報でした。ご覧いただきありがとうございます。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツ、レビューをテーマにお届けしました。